はい、渡辺です。今回スペシャリストリーパーを使っていきたいと思います。で、松井ジュニアのクラスでローカス、ストライフマーク2、装備チャージのクラスでアイスブレイカーでチームデスマッチやってみたいと思います。全員乗らですね。これチャレンジ終わったんだけどね、さっきファイアリングレンジでね、チームデスやったんだけチーど、ムデスマッチ。スナイパーライフルでや25らキれロると、あ前にやとれ。RCXD でダブルキル終わらしたんだけど、なんか反映されてないんですよ。バグっすかね。一度に2つのチャレンジを終わらしたらダメなんですかね。ちょっとおかしいっすね。はい、頑張るぞ。ちょっとスナイパーライフルはやっぱりこのマップっすよね。こちらが主導権を取った。今日久しぶりにやってますね、このマップ。あ、よしよし、レベルアップ。いつでも補給できる。ハット。1、2キルやってんだ。これ腰ダメもやりやすいな。今ちょっと試したんだけど。相手がこっちか。あと2キルだな。助かる。ここの方がいいか。あ、ここにいるな。これは。敵の UAV が旋回している。お、スナイパーライフル25キロ終わった。こちらがリードストライフ使うか。よしよしよし、これやりやすいっすよ。これローカスはスナイパーライフルの中でボリッドアクション、まあ、セミオートの方がもちろんやりやすいんだけど、ボルトアクション式ではねこっちの方がやりやすいっすね。アウトローとコシカがデフォルトの、あれなんだけど、ボルトアクションなんだけど、ローカスの方が言いやすいな。めっちゃローカスやりやすいよ、これ。いずれは、ゴールドもしない、ゴールドも解除しないといけないから。めっちゃですよこれ。4発ではちょっと厳しいか。よしよし、 OK です。ここ強風だな。めっちゃアサルトパックを用意した。サイスオンライン。こっから火をついていってみるか。これどうだ、入ってこい。無双してやる。またこれだよ、これ。ちょっと近くにいるわ。これああ2キルしかできなかった。あ、 R6D もあるな。さっきこれ一度に終わらせたんですよ。だからダメなんだろうかな。あ、もうちょっと遅らせてからよかったな。2人いたからな。早かったらちょっと。ちょっとこれジャンプ難しいよな。後ろだな、これ。ダメだ。8キル。オッケーオッケー。面白い。ここにいるの。ここもよくいるんですよ。レーダーシュラウド。あ、ここだな。ラッツさん、レベル212上がった。補給矢が回転だ。うまいな、慣れてるな。見てみよう。あ、いいか、後押しちゃった。うまい人のちょっと見たいね、スナイパーライフル。お、ヘッド入った。これヘッドショットじゃないんだけどね、ワンショットワンキルなんだけどね。こうだな、スナイパーライフルこうやりやすいな。やっぱり広いから、ほぼ息止めを全然使わないですね。
力神ちゃんやらないですね。上か下か、こ難しいのよな、これゴーストの時だったかな、あの高低差がある場合ね、上か下かっていうの分かったんですよ。分かっ、あのマップで分かったんだけど、判別できたんだけど、ゴーストぐらいですかね。 AW でもあったかな。いるかね、これ早いか、まだリロード早いか、これいるよ、これあ、ダメか、これ難しいんですよ、あの確実に当てないとキルゾーンが狭いから。早い者勝ちだぞ。頭と肩と胸だったかな、確実に当てないとねダメなんですよ、これだ、スネパレフル慣れてないとこれ厳しいっすわ、これだけどね、これスネパレフル確実に上手くなるよ、これこの武器は。私の位置にケアパッケージをよこせ。現在地に UAV を展開しよう。よしよし、今日調子いいな、再出で。あー、やるね。報告、上空に敵のケアパッケージ。これいるよ、これこれいるよ、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 いるよ。どこにいるんだろうな、これ慎重に行きましょう、これ。あ、これ大回りしてる、これ待てよ、待てよ、中にいねえか、これ。あ、ダメか、14キル。これやっぱローカス、これやりやすいわ。追加でゴールドにしたいな、やりやすいから。うん、早くワンショットワンキルで100回のやつ終わらせたいな。すぐ終わるっすよ、でもこれ。うん、クイックショットがね、もっと確実にできるようになりたいね。ここじゃないな、ここだな。報告、出よ、敵のガンシップ接近。ガンシップ負けるんじゃない、これ。よしよし、で、ここリスポンしてんだ、これガンシップでやられたのかな。でよ、こっから顔出すかな、これ。アサルトマスクを展開、取り越え。行っていいな、どこにいるんだ。ちょっとね、あ、いるな。よし、調子いいな、今日。お、アジテーター迷彩解除。おー、いいね、これいいな、ローカス。ほんとにこれとっても人気があったから、美容水でも。どこにいんだ、これ。あ、遅れを取っているぞ。これ欲しいがためにね、3万円とか5万円とか8、9万円とか課金してる人いるからね。難しい、ピョン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 しやがってこないの、ほんとに。負けてるな、ちょっと若干負けてるな。さっき勝ってたけど逆転されてるな、これ。上空に敵の UAV。 よしよし、あ、これいくか、ダメか、負けだな、これ。面白いな、これローカスいいわ、これ。いるな、これ。負け、ハンドガン使わなかったな、全然。面白かったよ、撤退しろ。ローカスいいね、これ誰だ、これ。うちらのトップだな、これ。おお、これか、オペレーターボットだ。パラデスのオペレーターボットのスカルブレイカーってやつだ、これね。これ腰ダメ、腰ダメオンリーだな、これ。めっちゃ強いっすよ、あれ。無双できるから、あれ。あれ狭いマップだったら特にすごいよ、シーサイドとか。
だったらかなり強いぞ、あれ。ショットガンに対抗できるよ、あれ。ほんと。負けたね。でも面白かったですよ、これ。チャレンジ終わらせたから。レベル上がったんだ。212。武器レベル6でアイアンサイト。プラス 500XP。ロークスでワンショットワンキル30回でアジテーター迷彩解除にプラス 1500XP。スナイパーライフル終わったね。22キル。あ、18か。はい、プレミアスありがとうございました。これミリティアもスナイパーライフルやるやつですよね。15。こんな感じね。これ終わったね。これさっきで終わってたんだけどな、ほんとね。これも2つ終わってたんだけど、反映されてないんすわ。どれやろうかな。シャットダウン。これ2つ備蓄品だからね。ハンドガン切る。ハンドガンちょっと先にやってみるか。アサルトライフルのやつもあるから。これはやらない、後で、いや、これはやらないようにしてる。やるのがなかったらやるって感じですね。これ備蓄品ケース。XP だけのやつはあんまやらないですね。この備蓄品ケースがあるやつだけですね。報酬が。アサルト、これやってこれだね。はい。ハードポイントもやらないといけないんだけど。スペシャリスト、リーパーですね。武器サイズ49キロに、特殊装備、レーダーシュラウドが84キロ。で、あ、これじゃねえな。どうだったかな。ローカスね。お、これ、解除したね。使わんといけないっすね、これね。アイアンサイト解除したか。難しいよ、でもこれ。これ使わんかったね。あんまり進んでないんだけど。全然使ってないから。これまた使ってやってくれ。ローカスいいっすね、これね。高威力のボルトアクション。ローカス、高威力のボルトアクション。優れたハンドリングで、頭部、胸、肩に、でしょ？頭部、胸、肩に、命中でワンショット切る。エイム中に L3 長押しで安定させる。L3 長押しで息止めなんだけど、俺息止め使わないっすね。これ、覗くも早いからね。いいっすよ、これ。めっちゃ強いっすよ、これ。威力も射程距離も命中率も高いから。連射速度はやっぱボルトアクションだから数値が低いんだけど。ラピファ組み合わせたら、プラス2なんだね。これ引き続き使っていきたいと思います。はい。今回は松井ジュルのクラスで、ローカス、ストライフマーク2装備チャージ2、スペシャリスト、あ、これダメだ。2。人と差をつけ。リーパーを使用して、アイスブレイカーでチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。